その頃、私はまだ何も知らなかった。息が止まるほどのときめきも、誰かに恋する気持ちも。うん、昨日みっちゃんとえちゃんが来てくれたよ。みんなに心配しないでって伝えておいて。ただいま、多分来月かな。みんなと一緒に卒業できるように頑張んなきゃ。足どうしたの？ちょっと事故に遭っちゃって、歩きスマホしてたから自分が悪いんだけど。さなちゃんとおしゃべりしてみたい。ずっとそう思ってた。なんだろうこの気持ち。他の友達といる時には感じたことない気持ち。わかんないや。みんな仲良くとか何が楽しいのか私にはわからない。他の友達と一緒にしないで。私だけを見てほしい。私